うるさかったですか？新作の書き直しとかしてたんですか？え？え？すいません、誰です？やだな、僕ですよ。昨日オーディションで会った。ああ、そうだっけ、ごめんなさい。昨日たくさんの俳優さんに会ったから。そうですよね、たくさんいましたよね。ちなみに君どこの事務所でしたっけ？聞きたいんですけど、どうして僕は落ちたんですか？結構いい芝居してたと思うんですけど。え？電波遠いですか？どうして僕は落ちたんですかって聞いたんですけど、今度は聞こえましたか？ごめんね、僕新作のプロデューサーからの電話待ってるから、ちょっと切ってもいいかな？だから電話にすぐ出たんですか。やっぱりお子さんが寝た頃ぐらいに仕事の電話とか台本の書き直しとかするんですか？夢監督で中学受験の子供がいて幸せな家庭を築くと忙しいですよね。中学受験ってどうして知ってるかですか？さっきご自宅の前に行ったら、そこから帰ってきたお子さんにばったりですよ。有名人のカバンが欲しいましたよ。カバン持ってましたよ。うちに来たのか？僕の芝居もう一度ちゃんと見てください。昨日監督退屈しちゃってたんじゃないですか？僕の前に100人ぐらいいたんじゃないですか？監督、集中力しっかり保ってくださいよ。いつも言ってるじゃないですか。いいか、オーディションはな、部屋にいる10人だけがライバルじゃないんだ。オーディションに参加してる100人とか200人だけの俳優でもない、日本全員にいる全ての俳優たちがお前たちのライバルなんだ。それをイメージして緊張感を持ってしっかりオーディションに臨むんだ。監督のワークショップに3回参加しました。昨日もオーディションに行きました。だからダメなんですよ、みんなと一緒のところじゃちゃんと見てくれないんですよ。だから今は僕だけを見てくださいね。誰？やだな、昨日のオーディションの相手役ですよ。監督が選んだお気に入りの女優でしょ。だからわざわざ来てもらったんです。ちなみに彼女から電話番号を聞きました。どうするつもりだ？だからオーディションですよ。監督は用意はいだけ言ってください。ねえ、芝居してね、昨日と同じでいいから。もし大きな声とか出したらどうなるか知ってる？君はただの相手役、僕の芝居の邪魔しないでね。分かった？監督、そしたら用意はいで猿靴は外すんで、昨日の芝居しますね。あ、いや、いいですよ、僕が言いますよ。どうせ監督が用意入ってたって関係ないや。だってどうせそれ言ったって現場でただその後芝居見るだけでしょ。
そうですよね。僕が言いますよ。それでいいや。それじゃあ行きます。よーい、はい。監督、やっぱり無理でした。女は川に捨ててから監督の家に行きますね。それじゃあ失礼します。